県内で生産された生しいたけの出来栄えを競う品評会が大分市で開かれました。大会は県しいたけ振興協議会が生産者の技術向上などを目的に毎年この時期に開いていて、今年で36回目です。大きさや栽培方法によって分けられた4つの部門に合わせて76点が出品されています。県や市場関係者など9人の審査員が出品された生しいたけの色味や形を一つ一つ丁寧にチェックしていきました。しいたけは大分県の、産品でもありますので、多くの人に、食べてもらいたいと思っております。ここ数年は猛暑の影響で収穫時期が1ヶ月ほど遅れていますが、品質は例年並みに仕上がっているということです。